今日は素直に乗ってくれるでしょうか。ご飯持ってきました。これです。何かわかります？にします。すごいよくわかりません。お兄さん何ですか？魚釣りが趣味ですか？すごい詳しい。一発で当てられちゃいました。あ、ふたばちゃんはいつの間にか迫ってましたね。ふたばちゃん、とっても頭がいい子なので多分一瞬でこの体重計に乗ってくれることでしょう。体重計のトレーニングはもう始めてから半年ほど経ってますからね。毎日のことなんで、きっとふたばちゃんは速やかに体重計に全然乗らないですね。これ時間かかるときは15分とか本当にかかるんで、皆さん飽きたら帰っていただいて大丈夫です。さあ、いかがでしょうか。ここに乗ったら体重がわかるんだけどな。で、どうしてこんなに粘ってまで体重を測りたいのかというと、体重を知ることって鳥さんの健康管理にとってすっごく重要なことだからなんです。今ふたばちゃんが太ってるのかな、痩せてるのかなっていうのを、もちろん体重だけでなくて、この胸のあたりの肉付きなどを見ながらチェックはしてるんですけども、それによってご飯を食べる量も変わってまいりますし、あんまり太りすぎても足に負担がかかりすぎて、体重などにも負担がかかっちゃいます。痩せすぎてたらもっとご飯を食べてもらえるように工夫をしないといけないので、バードスタッフにとって鳥さんの体重ってすごく重要な要素の一つなんですね。さあ、いかがでしょうか？乗れるかな？うん、お、右足が、あ、今せっかく乗ったけど、あんまり乗らないもんだから体重計が切れちゃってる。ちょっと一回降りてふたばちゃん、ごめんよ。一回ね、オンにし直さないと。よし、はい、出ました。さあ、もう一回お願いします。さあ、いかがでしょうか。さっきのやる気が、へい、頑張れ。お、いけましたよ。今、1キロってなってます。もうちょっと頑張って剥がれちゃった。あー、いけないか。体重計が、板が剥がれちゃった。もうちょっともうちょっと頑張って。なかなか今日は体重計の位置が悪く苦戦しています。さあ、もう少し頑張って。右足だけ今2キロになってます。もうちょっとふたばちゃん体重あるはずでしょう。頑張ってね。いけないかな。よし、どうだ。乗ってくれないかもしれません。今日はで、今日ニジマスなんですけども、ふたばちゃんの普段のご飯はこのニジマスの他に鯉なんかもあげることがあります。さあ、どうですか。どうかな。固まっちゃいましたね。よかった、しょうがない。ちょっと向きを変えるよ。ちょっと失礼しますね。さあ、こちらからならいかがでしょうか。頑張って、もうちょっとよっ。あ、途中から来た皆さん、こんにちは。今、ふたばちゃんと私が体重計で格闘しておりますので、しばらくその様をご覧ください。さあ、今何キロかな。今、4.25 キロですね。左足が乗ったらもうちょっと、本当の体重が。わかりました。よし、OK。今日は 4.95 キロでした。最近の中だとちょっと重軽いかな。つま先がついてますので 4.5 キロぐらいのことが多いんで、ちょっと昨日のご飯の量少なかったかなと思いますので、今日午後の会にはもう少しご飯多めにあげようと思います。さあ、ちゃんと持ってくれたふたばちゃんにお待ちかねのご飯です。ご注目くださいね。今日はメニューに加え直しています。で、この食べる時の、あ、今日一瞬で飲んじゃいそうですけど、向きにもご注目いただきたいです。魚のどちら側から飲み込むでしょうか。わかりました。釣り好きのお兄さん、あたりです。ありがとうございます。そうなんです。あ、お兄さんよく見ると服が2個柄です。すごい、ありがとうございます。ふたばちゃんなんですけど、頭から必ず飲むんですよ。他の鳥さん、ペンギンさんやペリカンさんもそうですね。魚を食べる系の鳥さんは鱗があるので、魚に鱗があるので逆さから飲むと引っかかってしまうのちゃんとわかってるんです。でも、ペンギンの中にはあえて頭じゃなくて尻尾から飲み込みたい、ちょっと変な方もいるんですけど、基本は頭からです。そして今から動きますよ。ご覧ください。これがいつものお決まりのコースになっているんです。一口食べたら必ずプールに行って、お水を飲みつつ
うがいを行うんですね。サバちゃんすっごく綺麗好きなので、ニジマスについてたあの鱗とか魚の身とかそういうのを必ずすぐに綺麗に洗いたいみたいで、お水の方に走っていくんです。今日はちょっと午前中1匹しかご用意しませんでしたので、午後の回、今日は2時40分だったかな、2時40分にもう1回2度目のご飯をあげに行きたいと思います。ではふたばちゃん、これでご飯終了です。うんちしますね。だってね、これでご飯終了です。あ、また来ちゃった。またもらえると思って来てしまいましたが、もう一回言います。ご飯終了です。皆さんも最後までありがとうございました。ありがとうございます。この後の掛川花鳥園にて、鳥たちとの触れ合いをどうぞお楽しみください。次回のイベントのご案内です。10時30分からバードショーを予定しております。今日の10時半のショーは天気もいいですし風も穏やかなので、おそらく外の会場で開催ができると思います。外の会場で行うショーにはこの時間限定でヘビクイワシさんが出ますので、珍しい鳥のショーぜひご覧ください。10時30分より、エミュー牧場前の屋内バードショー会場にて、バードショーを開催します。10時30分より、